こんにちは。久しぶりにね、ちょっとね、発信何かしてみようと思います。ずっと昔に上げた動画にコメントを入れてくださった方がいらっしゃって、英語だったんだけど、なんか、嬉しくてね、しばらくずっと発信っていうことをしなかったんですよ。Facebook にちょこちょこちょこっといろいろお料理とかね、踊りのこととかちょこちょこっとこう上げたりシェアしたり投稿したりっていうだけで1年ぐらい動画で発信っていうのをやらないでいたんですけど、なんかね、きっとそろそろやった方がいいっていう声が何日か前から聞こえていたんで、多分ね、そろそろやる頃なんだと思う。ぼちぼちやるようにしようと思います。でね、今ね、私このうちの近くのもう歩いて3分ぐらいで行けるところにある公園、広いね、何にもない、もう広い、だだっ広い、ただ何にもないフラットな公園があって、そこすごく練習しやすいんで、そこで毎日1時間ぐらい踊っててね、それを発信しようかなっていうのも何度かチラチラと思ったんだけれども、毎日毎日やってるわけですね、ほとんどね、誰も見なくても、毎日踊ってる人がいるんだなっていうことは伝わるんで、やろうかなと思ったんだけれども、ただね、それはやっぱりそれを発信しようとしちゃうと、毎日やるっていうことができなくなっちゃう。その発信するっていう方にエネルギーが取られちゃって、肝心の それをやり続けるっていうことがちょっと心配だったんで、それを発信するのはね、思いとどまったんですね。そのうち余裕ができたらわかんないけれども、これライブじゃないんで気楽なんですけど、ライブ配信っていうのはね、まだやったことがないんで、そのうちやりたいですね。条件が揃わないといけないのかな、1000人とかにならないと、登録者が。でも1000人にならなくてもやってる人もいるんだよね。なんかよくその辺システムわかんないんですけど、私その例の九段の公園で、メガネ公園っていうんだけど、踊り始めてどのぐらい経つのかな、1ヶ月以上、もう 2、3ヶ月は経ってないかな、でも意外と、最初は夜中にやってたんで、本当に誰も、明け方にでもちょっと早起きのおじさんがお掃除してたりすることはあったけど、でだんだんこう時間が昼間にずれてったんで、そうするとね、今日あたりなんか踊ってたら、おばあちゃんがこう、なんだろう、手押し車、歩行を助けてくれる手押し車を押しながら来て、ベンチに座ったんで、そのおばあちゃんに向かって踊って、で最後おばあちゃんに向かってこうお辞儀して、それでなんかその後なんかおばあちゃんいろいろお話ししてくれてね、でいいエネルギーもらえちゃったんで、その後また人踊りしちゃったりとかしたんですけどね、すごくいい感じですね。なんかそのなんだろう、この辺の人たちね、不思議なんですよ。私はね、道とか公園とかで踊ってても全然拒絶反応起こさない、踊ってる、踊りやってる人、新しく引っ越してきた踊りやってる人ね、また踊ってるねみたいな感じで不自然に受け入れてくれちゃって、すごいラッキーなんですけどね、埼玉県蓮田市なんですけどね、すごいラッキーだなと思って、これ東京に住んでる時はむしろできませんでした。こういうことはなかなかね、こういう風になりたいなっていう感じはあったんだけど、できませんでしたね。奇跡ですね。なんかね、この地域の不思議なカラー、空気と、それでも私自身の変化と、あとこの地球の変化もあるのかもしれないですね。今ね、アセンションしてますからね、地球も変わって、地球がすごい変わって、地球も変わって、私も変わって、っていうことなのかもしれませんね。今5分喋ったんだね。ね、喋るのってなかなか、久々だから、結構大変。でも
1年ぐらいね、本当に人の発信を本当に見てたんで、うん、いろ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 面白かったですね。その自分が発信する側じゃなくて、あの受信する側、ものすごくこうインプットがすごい楽しくて、毎日いろんな発見ができてね。で、自分でなんだろう、毎日踊るようになってから、さらになんか毎日あ、またこうなんだろう、あの蛇が脱皮していくように、あ、また今日も一皮、また今日も一皮、今日は二皮みたいなね、なんか毎日発見があって、楽しい毎日なんですけどね、今ね。地球のアセンションね、踊ってるのはね、あるんですよ。その動機も、そのなんだろうな、地球がこう今アセンションしている、自分もアセンションしていることのなんだろうな、それを加速するというか、ちょっとお手伝いになればいいなっていう気持ちで今ね、結構公園で踊ってるんですよ。動物たちってよく、うちも猫たちがいるんだけど、この上にいるかな、ここにいるかな、一匹立つか、うん、動物ってよく、なんだ、地球の波動のバランスを、なんだろう、保つために、地球の波動を上げるために、地球に来てくれてるって聞くんですけど、まあ、私の踊りもそれになるといいなと思って、だからなんだろうな、夜中にね、本当に誰も見る人もいない夜中に踊ってた時とかって、なんだろう、その波動を、なんだろうな、波動を上げるためっていうかね、自分の波動を上げて、地球の波動を上げるために踊るぞみたいな、なんかそういう気持ちでね、1時間ぐらいね、集中してね、動いてるとね、本当になんだか、地球の波動は分かんないけど、自分の波動は1時間踊るとものすごく変わってすごい踊りに行く前と帰ってくる時で、行きと帰りで波動が違ってて、で、夜中に行って夜中に帰ってくるっていうのも、結構月光を見ながらね、好きだったんだけど、意外とね、明け方に行って、太陽が昇る1時間ぐらい前に行って、で、日の出とともに帰ってくるとかっていうのも結構最高でしたね。こう知らんでくる空に向かって踊るとか、初めての体験なんだけど、人生で、すごく最高の体験、うん。あとね、今ね、寒くなってくるとね、夜中に踊りに行くの結構きつくて、そう、うん、朝とか昼間とか、午前中が暖かいんだけどね、晴れてればね、今日なんか曇っているんで、午前でも午後でも関係ない、雨が降られちゃうと踊れないんだけどね、公園ではね。まあそういう時は家でストレッチでもすると、ストレッチも大事だからね、うん。何言おうとしたんだっけな、そう、それで公園にベンチがあって、何にもない公園なんだけど、ベンチだけがあってね、3つで、そのベンチにね、いろんな人を座らせちゃうの、勝手に、イメージですよ、イメージでね、過去の自分を座らせてみたりとかね、何年前の自分を真ん中のベンチに座らせて、ね、天国に行っちゃった誰かを一番右側のベンチに座らせてとかね、生きてる人で、面と向かって生きてる人、誰かこの一番左側のベンチに座らせて、こう直接は何だろう、言えないことと表現できないこと、そ
それをイヤホンで耳に入れて、結構落ちないんですね。あの純正のイヤホンっていうのはなかなか素晴らしいもので、結構踊っても踊っても踊っても、うん、結構耳からそんなには抜けない、うん、で Bluetooth でやってた時もあったんだけど、 Bluetooth なんか頭痛くなるんで、うん、ね、あのこうコードが引っかからなくて踊りやすいけど頭痛くなるって Bluetooth はやめました、うん、大丈夫だよっていう人もいるんだけどね、なんか私は Bluetooth 頭痛くなる気がしたんで、うん、で今ねいろいろ発見があって、あの変化もあって、とにかく面白い毎日です、うん、大和缶なんかもね作ったりとかして、大和缶ね、この流行りの大和缶、うん、缶にアルミ巻いて銅線巻いて、中にこんな水晶の刺されちゃってたりとか、うん、なんかやっぱり効いてる感じがする、なんとなくね、なんとなく効いてる感じがする、うん、これが家の中にあるようになってから家の中もなんか喧嘩とかしなくなったし、家族猫同士も全くしないわけじゃないけど減ってきてる、あのそういう空気になってもすぐに収まるとかね、うん、あとなんかね水素を吸ったりしてもちょっと瓶汚くて恥ずかしいんだけど、このマグネシウムにお水にクエン酸でこう水素をね吸ったりとかして、水素もなんとなくいい感じしますね。水素、私には効いてる感じします。水素を吸うとなんだろう、ちょっと元気になる、うん、まあ、水素水とか流行ってたからね、いいんでしょうね。水素水マシンとか高いやつとかね、いいんでしょうね本当にね、うん、まあ良くないと売れないですよね。そんな結構長く今でもね水素水っていうのを廃れないで買ってる人 いますもんね。まあでも人間も動物も植物もかつては水素呼吸だったとかっていうのを聞いて、うん、ああそうだったのかなと思うこともありますね。なんか鉱山とか酸素が薄いところで暮らしている人が別に短命なわけでもないとかっていうのを聞いて、むしろすごく長生きする人もいるとかね。食べ物とかもそうですよね。なんか小食の人の方が長生きするとかね。酸素もどうなんだろうね。でも酸素はすごく、昔は酸素がもっとすごい濃度の高い酸素、純度の高い酸素だったので木も人ももっと大きかったっていう説もあるしね。どうなんだろうな。ああ15分ですね。15分、なんか取り留めのない話になっちゃった。また後悔するかどうか分かんないな、これ取り留めなさすぎる、うん、でもまあちょっとまあ久しぶりなので話す練習みたいな感じで、うん、まあ慣らしみたいなリハビリみたいなもんですいません。また発信ということを始められたらと思っています。あ、12月の12日に阿佐ヶ谷のビオロンっていうすごいもう歴史のある素敵なクラシック喫茶で踊ります。何時からだろう、6時か7時か6時か7時、うん、野村雅美さんっていう音楽家と、あと北条たつきさんというチェロの人とコラボレーションですね、うん、でその後ね12月24日ちょっと王子のな
ごめんなさい、王子のなんていうところだったの、店の名前がど忘れちゃった。そこでちょっとね、踊りじゃなくて歌うと思います、その時は。あと1月9日は舞踏駅伝に出ます、ストライプハウスですね。でこうやって軽く告知もしてね、あのよろしくお願いします。また発信というか